こんにちは。今日はですね、コロンボからトゥクトゥクで約20分ぐらいのところにあるワッタラの、アルピコというスーパーマーケットを紹介したいと思います。こちらのアルピコはですね、広さで言うと、日本の田舎のマックスバリューかそれより一回り大きいかぐらいの広さなんですけれども、スリランカでは多分本当に1番2番ぐらいの、広さを誇るスーパーマーケットかと思います。ですね、スリランカはすごく暑い国なので、あんまり生肉生魚が気軽に手に入らないんですけれども、もちろんですね、こちらでは本当に数えきれないくらいの種類の生鮮食品が手に入ったりもします。あとですね、スリランカはカレーが主食なので、お米なんかもいろいろ売っていますし、カレー用の野菜なんかも結構種類が豊富に売っています。ただですね、果物はですね、思ったよりも種類が少なくって、代わりにですね、バナナがですね、本当に何十種類というふうにですね、いろいろ売ってたりもして、ちょっと日本人からすると違いがあんまりよくわからないんですけれど、あとまあ日本のおなじみのお野菜で、じゃがいもだったり玉ねぎだったりも買えたりします。あとですね、すごくびっくりしたことがあるんですけれども、今ちょっとピースされましたね。オクラがですね、すごい安くって、本当に 100g で5円とか10円とかで買えるんですね。なのでですね、結構私はオクラを買ってカレーの中に入れていました。逆にですね、日本で買える、リンゴだったりみかんだったりは高級食材になるので、スリランカでは、結構高い値段で、というか日本で買うよりももしかしたら高いかもしれないですね。周りにも何もないので、ちょっとこれだけの広さなんですけれども、本当に見渡す限りアルピコのように見えてしまうんですけれども、アルピコは、食品だけじゃなくてですね、本当に、電化製品とかもちょっと変えたりとかして、今からですね、本当にさらっとなんですけれども、入り口入ったところにある電化製品とシャンプーとかの生活用品、あとタオルとかですね、をですね、ちらっと映していきたいなっていうふうに思います。生活用品のコーナーをですね、動画にアップロードしている人がいましたので、そちらのですね、URL を概要欄の方に貼っておきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。